クサン、クサンヌシは、2024クサンワンアジアフェスティバル、クサンワンアジアフェスティバル以下20、2024BOF の BOF ビッグコンサートの全出演者のラインナップを公開した。その主人公は、ゴッド、スーパージュニアで、ゼロバセオネ、ボイニストドア、N ドットスシン、ラダ。今年で8回目を迎える BOF は 釜山の様々な韓国カルチャーと K-POP のコンテンツが結合した名実ともにアジアを代表するコンサートで、釜山市が主催して、普山観光公社が主管する。毎年10月に開催されたが、今年から6月に開催時期を変更する。釜山の大型フェスティバルが下半期に集中し、BOF。 の観覧客が航空券や宿舎を予約しにくいという状況が発生するという、釜山観光業界の持続的な要請と開催時期の差別性を確保しようと開催日を意した。2024BOF は6月8日と9日の2日にわたって行われる。8日はグローバルファンの心を虜にした K-POP アーティストと共にする。 BOF ビッグコンサートをプサンアシアドシュ競技場で、9日はプサン市民が共にするパークコンサートをファミョン、カメ、生態公演で開催される。2024BOF ビッグコンサートには、ゴッド、スーパージュニアーゼロバセオネ、ボイニストドア、エヌドットスシンなど韓流をリードする K-POP の主役たちがそう出動する。 K-POP の基礎を磨いた伝説のグループや、K-POP の未来をリードする人気アイドルなど、ビッグコンサートという名前にふさわしいビッグなラインナップで国内外のファンを一つにまとめる歴代級のステージを披露する予定だ。シムジェミン釜山市文化体育局長は、6月に開催される BOF ビッグコンサートは、伝説、レジェンド。 一点に盛大のアイドルと現在の人気アイドルグループが総出動するビッグラインナップップサンを訪問する国内外の観光客と市民が一緒に楽しめるフェスティバルだとして今年初めて6月に開催しさらに特別な音楽の経験と思い出をプレゼントする予定なので多くの関心と参加をお願いすると伝えた コンサート公式チケット前売りはイエス24で行われ4月19日金曜日に一時前売りが始まる。